スウェーデン国籍の旅券に貼り付けられた通貨ビザと出入国院ロシア連邦の入国員ロシアの詐称政策ではロシア連邦政府がロシアに渡航しようとしている外国人に対して行っている詐称政策について記述する詐称を免除される国々以下の51カ国地域の国民はビザが免除されているただしベラルーシ及び南オセチアを除く各国 地域の国民については、最初の入国日から180日以内の90日以内の滞在のみが、最小免除適用期間である。180日以内の超過滞在は、再入国禁止3年、180から270日間の超過滞在は、再入国禁止5年、270日以上の超過滞在は、再入国禁止10年が課される。中国、 中華人民共和国の国民は中ロ両国に登録された旅行者の代表者を同伴する団体の一員として旅行する場合最大15日間の無差症でロシアに入国することが可能である。ロシアベラルーシ両国以外の第三国の国民が両国の陸路国境を通過することは許可されていない。これは両国の国民が 相互に自由に往来可能であることから国境において、出入国管理が行われておらず、両国民以外の外国人を管理できないためである。2009年5月以降、アナディリ、カリーニングラード、コルサコフ、ノボロシースク、ムルマンスク、セバストポリ、ソチ、サンクトペテルブルク、ウラジオストク、ビボルグ、ザルビノの各港から定期船で入国する。 国際観光客は旅行代理店によって特別に承認された宿泊施設に宿泊することにより無差症で最大72時間ロシアに滞在することが可能になった。さらにクルーズ船利用の場合は現地の旅行会社が主催するツアーに参加可能である。定期船でのサンクトペテルブルク港からの入国はタリン港またはヘルシンキ港の2カ所から可能である。 ストックホルム港からヘルシンキ経由で72時間の無差症での旅行を行うことも可能である。2017年8月8日より18カ国の国民が電子差症による極東ロシア地域の一部への訪問が可能となった。ロシアクリミア半島、差症免除電子差症対象極東地域及びカリーニングラード州へ電子差症にて訪問可能極東地域のみ、 電子詐称にて、訪問可能カリーニングラード州のみ、電子詐称にて、訪問可能1、沿海地方2、カムチャツカ地方3、サハリン州4、アムール州5、ハバルフスク地方6、チュクチジチカンク7、ザバイカリエ地方8、ブリアート共和国対象国カリーニングラード州2019年7月1日より、53カ国の国民が電子詐称によるカリーニングラード州への訪問が可能となった。 サンクトペテルブルク及びレニングラード州2019年10月1日より電子査証によるサンクトペテルブルク及びレニングラード州への訪問が可能となった。下記の53カ国の国民が対象である。ロシア国内の国際空港を利用して制限区域外に出ることなく24時間以内に乗り継ぎを行う場合は査証は不要である。ただし、ロシア国内の以下の国際空港には 制限区域が存在しないため、これらの空港を利用する場合は通過ビザが必要となる。いくつかの閉鎖都市への立ち入りは当局の許可が必要である。1992年の政令では、ロシア連邦内の19の地域において特別な許可なしに外国人が立ち入ることが禁止されている。この制限はロシア国民には適用されない。 対象地域2014年現在、クリミア半島内のロシアの実行支配区域では、ロシアの詐称政策が適用されている。しかしながら、ウクライナ政府は、外国人に対して、ウクライナの詐称政策を遵守するように要求している。ロシアのビザは、機械読み取り式であり、パスポートに貼り付ける様式である。申請者の氏名は、ラテン文字とキリル文字の両方にて表記される。 すべての種類とも、ロシア大使館、または領事館に申請する。すべての書類が準備されている場合、通常は10営業日以内に発給される。観光ビザの場合は、以下の書類が必要である。ありがとうございます。